こんにちは、速稼塾の久保です。今日の FX の相場解説はちょっとね、山を張っていこうかと思います。本日はですね、4月29日朝6時なんですけども、今まで3つの仮説をたどりながら相場解説をしてまいりました。基本的にはセル方向に向かうというふうに思っているんですけども、私の山を張る方向はですね、ヘッド&ショルダーですね、やっぱりね。じゃあその辺も合わせて解説していきますんで、こちらの画面をどうぞ。はい、まずはデイリーです。ヘッド&ショルダーのさらにね、今回そうなんじゃないかなというふうに山を張る根拠になったものとしては、現在ね、上昇に向かってるんですよね。下ヒゲを出して上昇に向かっていますが、ここでですね、大きな上ヒゲを出しているんですよ。これが一つの私の中でヘッド&ショルダー右肩下がりに行ってみようかなと思う根拠になってます。こんな感じでヘッド&ショルダーが見えますよね。上がってきたものが高値圏で山を作って、頭を作って、次の型を作りかけているのがここかなと。まあですんでね、綺麗なシナリオ通りに行けば、この形の右肩下がりの変動操作ができるんじゃないかなと思ってますね。じゃあ4時間の方を見ていきましょう。これあくまで山を張ってますからね、もうラチが開かないんで山を張っていきます。これ右肩下がりのチャートが上昇に転じましたよね。そして今下に向かってます。ここにはですね、大きな上ヒゲも出しています。で、陰線は上ヒゲを出してます。ということで、移動平均線が今から下に向かうところなんじゃないかなというふうに私は思ってるんですよね。1時間に行くとさらによく見えると思います。ほら、1時間で下からこういうふうに、ね、上に向かってきたのが今下方に向かってますよね。これが伸びていって、ここを割ればヘッド&ショルダー完成の向きになるということですね。もう一回1日を見てみますよ。どうですかね、ヘッド&ショルダー。まあ、山を張ってもいいようなところまでは来たんじゃないかなと思います。もちろんこれ山を張ってますからね、ちょっとあまりにもね、根拠としては少ないんで、これだけでヘッド&ショルダーが完成するって思っちゃうと、しかも右肩下がりというちょっと崩れたヘッド&ショルダーですよね。本来ならね、もうネックラインも横にピシッと揃った形ならもうちょっと自信が持てるんですけども、今回は強い自信ではありません。それからこれはファンダメンタル要素なんですけども、バイデンさんが富裕層にね、160兆円の課税をするっていうふうな発表したところも、今回の大幅な下落要因とされる予兆に関わってるんじゃないかなって気がしますよね。ということで、今回はですね、私山を張りまして、外れる可能性も十分ありますんで、付き合う必要はありません。私はこういうふうにたまに山を張ることもあります。ただ、滅多にありません。今回はヘッド&ショルダーがここまで完成をしていたのに、どうもね、ラチが開かないんで、ヘッド&ショルダーになるだろうというふうな、山を張った上でのセルのブレイクポイント探求になっております。このままね、今日、明日と値下がりが続けば、ヘッド&ショルダーに似たような形が完成するでしょう。でもそうでなければ、横ばいとかね、まかり間違って、倍の方に向かうようでしたら、今回の私の山張りは全面的に負けということになりますね。月末も迫ってますし、まあちょっと、山を張ってみましょうか、今月。では。